さあ、そして優勝したのはこの選手、水上高校3年の宮本勝正選手。気温28度、風 3.1 メートルのフォロー、絶好の条件です。これは間違いなく。さあ、計測の結果を待ちましょう。計測の結果を待ちましょう。なんと距離は319ヤード。タイトル一つは取りたかったという宮本、1日5食のどんぶりパワー。成績はご覧の通りです。日本一決定戦で優勝いたしました。